写真拡大、真夏の逆襲となるか。広島が10日の中日戦、マツダを6対1で制し、2試合を残して地獄の9連戦勝ち越しを決めた。松山、長野の敵地打で序盤から得点を挙げると、援護を受けた久野里亜蓮投手、28が7回無失点の力投。1ヶ月半ぶりの白星で2勝目となり、お立ち台でまだまだチームの勝利に貢献できていないので、このような投球をこれからもやっていきたいと宣言。チームは一時の不振を脱し、最大で7あった借金を3にまで減らしたが、笹岡慎二監督、52は、我々はまだ借金があるチーム。一つずつ返していかないといけないと気を引き締めていた。